ちは、さくら千里です。最近めっきり暑くなってきましたね。冷やし中華始めちゃいたいと思います。それではレッツクッキング。冷やし中華始めちゃいました。こちらは定番の具材なんですけど、ついてるタレにプラスアルファを加えて少しピリ辛に仕上げてみました。こっちは本当にアレンジレシピで、いつもと全然違う味わいになってると思います。これから冷やし中華を食べる機会が多くなると思うんですけど、自分なりのアレンジレシピを加えて楽しんでみてください。それでは召し上がれ。See you next Tuesday!